僕たちが春夏秋冬です。春夏秋冬の YouTube ラジオ題してしきらじ始まりました。大好評につきね、そうですね、レギュラー化して続いてますけど、はい、今回はですね、新兵器を、はい、導入します、はい、こちらですね、時間が書いております。5分なり3分なり7分があるんで、とりあえずね、7分間のトークにしようと、はい、ね、ダラダラ喋んじゃねえよっつってね、そうなるので、うん、7分間だから、今からなんか好きな7分間を過ごしてもらえつつね、はい、そうそうそう、聞きながら、うん、ね、流しっぱで楽しめるようなものをしていきたいなと思っておりますんで、うん、まあ、早速じゃあ7分で今日はそうやってみましょう。春夏秋冬の7分トークみたいな、そういうこと、そういうこと、はい、行きます。せーの、それここでちょっと横で見ながら、あ、結構早いよ、早いよ。ということで今回は、うん、紹介したいものがあります。そう、また紹介したいものがあります。こちらの何でしょうか。これはこちら、じゃじゃんじゃじゃん、これは台湾スイーツの、あ、違う、台湾カステラ、気になってて、俺これな、これテレビでよう見るわ。たこれさ、俺な、妹から聞いてさ、うん、なんか並んでてと、なんかこう整理券配ってて、おうおう、なんか焼ける時間が決まってて、すごい、その時間になんか焼きたてをどうぞみたいな、そうそうそう、取りに行くみたいな、ふわふわのね、スポンジのイメージよね。そうやろ、見たことないやろ、まあ、ないない、見たこと、本物見たこと、テレビでしかない。下手くそか、もう時間来てるよ、ほらー開けじゃん、わ、え、上なんかコーティングされてる。俺今日さ、うん、季節限定の、はいはい、レモン味にしてみたんだよね。はいはい、とりあえず前開く、前中見てもらえますね、YouTube を見てる方はぜひこちらですね。そうやな、じゃーん、まあね、台湾カステラの、表参道の、お店なんだっけな、黄色白白、ファンパイパイです。ファンパイパイ、ファンパンパイ、ファンパイパイって、うんうん、タオパイパイのいとこですよね。あ、ドラゴンボールの、そうそうそう、あれは桃に白白でタオパイパイですけど、これは黄色に白白でファンパイパイ。ファンパイパイって呼ぶの？そうそうそう。へえ、そうそう、黄色白白っていうお店なんですけど、はい、そうのこれは季節限定の、はい、うん、レモンでしょ？レモン。うん、なんてお手がさっき答えた。レモン。うん、多いからちょっとね。レモン味を買ってみました。うん、はい、これが台湾カステラ。プルプルですからね、これプルプル。今のところ分からへんから、触らへん、触らへんしな。こうやって触ればいい。あ、いい。あ、重っ。あ、でも割と硬いやん。焼きたてじゃない。そういうことや。でもこれ。めっちゃ冷えてるけど、これなんで？冷えてない。あ、冷やしカステラって書いてない。焼きたて関係ない。どういうこと？でも、12時に焼けたって書いてたよ。え？冷やしカステラが？冷やしカステラが12時に焼けたの。じゃあ買うの間違えたかも。わかんないわかんない。まあいいや、まあいいや。これ冷やしバージョンです。冷やしや。うん。だからちょっと固めになってるけどね。だって注文するときに何かどれかわからんで冷やしって言っちゃった。あ、それで。な、焼き上がり関係あるよ。焼いた後に冷やしてることって。12時に焼けたものがこれです。こうってところと。あ、じゃあ怒ってんの？とりあえず食べようよ。ファンパイパイ。入刀。入刀お願いします。あ、それぐらいやっぱ分厚い方がいいよね。いいね。でもやっぱしっとり感も感じるね。うん、そうよ。ね。はい、どうぞ。ありがとう。はい、食べて。このまま食べるの？いい、このまま。あ、まあいいけど。汚いでね。ありがとう。汚いでね、食べたら食べたらね。いただきます。食べてみ、食べてみ。あ、でもすごいしっとりよ。そうやろ。果肉入ってるわ。レモン。そう。レモン。いただきます。うまっ。夢ならばどれほど良かったでしょう。おいしい。どないジュワって感じじゃない、ジュワ、うん、おいしいね。レモンの、あ、皮、これおいしいな。うん、超ねしっとりって感じ。陸老師さんみたいな。あれあれ、リクルートおじさん知らんよな。リクルートおじさん知らん。リクルートおじさんも頑張ってるサラリーマンや俺は。どういうこと？うん、大阪にあるね、うん、リクルおじさんのチーズケーキっていうのあるんだけど、うん、ふわふわのチーズケーキがあるね。ステラおばさんみたいな感じで。ステラおばさんはクッキーね、うん、あるんだけど、なんかシフォンケーキ、うん、
そう、あ、シフォンケーキっぽいな。でもシフォンケーキよりももっとしっとり、そうそうそう、もっとみずみず、そう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 、しっとりしてる、水分が多い感じ、うん、うん、で、リクロ王子さんまではいかない感じ。リクロ王子さんわからん、うん、大阪の人はわかる、大阪の人は言ったらわかる、絶対わかる、これなんか怪しいよ、うんうん、美味しいわ、うん、あのね、大分のさ、だからさ、地元のさ、地元がさ、これ食べたいって言うんだけど、うん、お取り寄せしてないから、え、買いに行けないと食べれないの、すごいな、お取り寄せしてないのこれ、わあ、うん、ごめんね、ね、だからさ、でも全国にあるんじゃないの、この、あの、タオパイパイじゃない場合と、タオパイパイ、ファンパイパイじゃないけど、うんうん、台湾カステラのお店はまだいくつかあるわけでしょ、台湾カステラはいっぱいあるんじゃない、ね、タオパイパイがなくて、黄色シロシロがないんだけどね、うん、ね、うん、でも優しい甘みでね、うん、いっぱい食べれちゃうでしょ、またカステラとも絶対違うしね、違うよね、うん、長崎カステラとは全然また違う、新しい新しい、はい、ここだからさ張り付く感じないの、おいしい、おいしい、うん、ちなみにこのフルーツ、このタオパイパイじゃなくて、このカステラを、カステラをフルーツサンド、ね、フルーツサンドにしたやつも売ってて、おいしそう、おいしそう、そう、それも先に食べたんだけど、うんうん、食べたんだけど、やっぱこのままのやつの方がいい、そうね、うん、でも焼きたて食べたいな、焼きたて買ってたってことだよさて、買ってきてもらったよね、行ったらさ、うん、12時に焼けたやつはもう12時、うん、焼くしたの、うん、してない、買えたから今日は、平日だから買えるから、12時に焼けるって知ってたの、違う、行ったらあの、ね、11時ぐらいから 毎時間焼けるのよ、おうおう、そういうことか、そう、11時に何が、11時に何が、1時に何が、で、12時過ぎに行ったからちょうど12時に焼けたやつが書いてて、うんうん、おっと思って、で、これと普通のノーマルの3本か、うん、3本があったから、うん、じゃあ季節限定にしてみようと思って、うんうん、でメニューにどこ見たら分からいいか分からんで、うん、じゃあこの冷やしレモンって注文したんだわ、おそしたら焼き上がりにこれ書いてなかったでしょ、書いてた、これが焼き上がりましたのところに季節限定冷やしなんちゃらって書いてた、分からん、なんかはでも焼きたてって書いてたから、うんうんうん、でもあるってことは、これがあるってことは焼きたてなん、それこれが12時に焼けたやつだろうと思って、と思ったんだね、こうやって冷やしって書いてた、冷やし、そしたら向こうの冷蔵庫は持ってきたわ、そうだ、これ焼き上がりの直で急速冷蔵したかもしれない、あ、そうかもしれない、うん、これもだから12時に焼いたやつ、そうそうそう、急速で冷やしたい、卵結構しっかり味するからさ、うん、ね、あんま日持ち的にもこれはね、うん、3日4日かな、賞味期限はそれぐらい3日4日、うん、なんとなく、あ、本当だ、ほら、うんうん、3日だ、3日や、うんうんうん、そうだよね、そう、まあ、うん、すっごい美味しい、まあ1回食べたらいいかなみたいな感じなんだよ、でも焼きたてが食べたいだからまだ俺みたいな素人はあの台湾カステラを語らなかれお前ごときが語らなかれ、必要以上出てこない、そうそう、だからもうこれ以上これは触れられへんから、冷やしはこれね、オッケーでって感じ、あ、焼きたてだったらまたそう、もっとなんかだって俺、確かに俺が見たやつもこうやってやったらもうそうよ、こうやってやつ、焼きたてのやつね、うん、これプルプル、俺もだからさもうプルプルのイメージやったよ、で今実際こう出してさ、うん、触ったやん、うん、硬ってことだから今日の教訓としては、うん、熱々の焼きたてを食べてないやつが、うん、台湾カステラ語ることなかれ、うん、でいいですか、そうですね、ぜひその辺はあのもしねご交流する方がいたら要注意して、はいはい、語りたかったら焼きたてを食べてください、ぜひぜひぜひ最初はね、お願いします、うん、はい、ということで、また週の初めでございますので、この1週間も一緒に頑張っていきましょう、以上、シュートシュートでした。なんて言ってた